願いします。林選手、判定勝利おめでとうございます。ありがとうございました。3対0、そうはい、はい、ジャッジ1人はもう、2ポイント差がつくような、あ、本当ですか、はい、試合だったと思うんですけど、まあ、終始相手をもうなんかこうダウン取って、はい、もう言い方もあれなんですけど、もうボコボコにしてる展開だった、あ、そんな感じだったですね、にもかかわらずなんかこうフィニッシュできなかったなんかところとか、なんか自分でどう思いますか。そこっすよね。いや、もう本当にそれがめちゃくちゃ情けなくて、まあセコンドとかはもうあれがもうストライカーのお手本のような試合とは言ってくれたんですけど、まあ、プロとして KO できないとあそこまで行ってちょっとダメだなと思いました。まあ、さっきセコンドが言ってくれたって言ってた、はいはい、まあ、お手本のような試合、はい、私もそうは思ってんですけど、はいはい、あえてちょっと厳しくちょっと今みたいな質問を投げかけてみたんですけど、まあ、マモロさんに言われるとすっごい身に染みますね。いやいや、私は全然フィニッシュできなかったタイプなんで、いや、でもあそこまでなんかダウン取っているんだのに、なんか自分的には本当にこれは悔しく終わってんだろうなっていうのを思ったので、ちょっと聞いてみたんですよ。そうなんですね。まあ、とりあえずもう今回はもう相手下から生きてる場合はもうパウンドで深追いしないっていうのをもうスタンドで必ず倒すから、はいはい、下じゃ深追いしないってやったんですけど、やっぱり中村選手やっぱ強くて下からでも目が死んでなくて、あ、これは深追いしたらこっちがパクッといかれるって感じで、あとやっぱり、はい、中村選手ってあの一発あるじゃないですか。そうですね。そう、はい、それがやっぱ少しやっぱりこう行き過ぎれない理由なのかなとも思って、あ、そうですね、なん、うん、まあ一発いいのもらって、そうですよね、でもそれでスイッチ入ったんですけど、なんかやっぱりそれでまたダウン取り返した後にまたスッとこう、そうですよね、なんか生き返るっていうか、なんかやっぱそうありますね、はい、やっぱね、はい、何度も立ち上がってきて、はい、でなんかこううかつにいった甘いところをなんか一発あるんじゃねえかって思わせるタイプの選手じゃないですか、はい、だからやっぱ、まあ、これはまあ危な、あ、自分がやっぱり被弾しないようになんかうまく展開作って戦うのが、はい、なんかながらもやっぱりやっぱあのファンというあの見てる側お客さん目線で喋らせてもらったんですけど、やっぱり倒してほしかったな、倒してくれって感じですよね。やっぱそのぐらい、はい、その力があると思って見てるんで、はいはいはい、私も、はい、まあ、ダメ出しみたいになっちゃってますけどね。いや、申し訳ないですけど、守さんに言われるとめちゃくちゃ僕は何度も言いますけど、私は全然倒せなかったんで。いやいや、まあ、まあそうですね、やっぱ、まあ、相手のねパンチやっぱりこうもらわないっていうのがやっぱりあれですもんね。そうですね、大事なことですからね。まあちょっと、まあ、今回のテーマ喧嘩するだったんですけど、はい、中村選手喧嘩強かったですね。まあ、そうですね、はい、喧嘩強い、勝ったけど喧嘩の強いやつに、まあ、なんかうまいことやれたみたいな感じ。まあまあそう、でも喧嘩は倒してなんぼしっかりね、あのダウンも取ってありましたけど、はいはい、いや、もう本当次こそなんか綺麗な KO勝ち見たいですね。そうですね、ちょっと北を直さないとこれはちょっとリング上がる資格ないなと思っちゃったんで。いや、もうまあでもタイミングですからね、その辺もね。でもやっぱその力があると思って、ね、はい、私も思ってやっぱ期待を込めて今みたいな話を、愛の無知だと思う、ね、はい、無知ってことじゃないですけど、ただまあ無責任に言ってるだけなんですけどね、はい、やっぱり今後の展望とか聞かせてもらえますか。やっぱりまあ僕はウェルターでベルト取るために階級上げたんで、はい、もうこの階級でベルトを取ります。はい、あ、でもやっぱこれで今ランキングとかってどう今僕ライト級これ一発目なんですけど、あ、はいはい、あ、じゃあまだこれからなんですね、はい、まあライトの時は7位だったんですけど、はい、まあ1回じゃあちょっともうやっぱり着実にステップアップして、そうですね、最終的にはベルトを取りたいと、はい、そうですね、はい、まあこの内容じゃタイトル挑戦させろとは言わないんで、まあしっかりともっと練習してちゃんと倒せるように。KO してたら行っちゃってたかもみたいな。もう KO してたらもう行ってましたね。アピールしてたかったなみたいな、はい、だからこそのこのちょっと、そうですね、勝ってくるけど悔しさがあるみたいな、ね、はいはいはい、本当スタイル的にも私好きなんで本当期待してます。ありがとうございます。最後にあのカメラに向かってお願いします。さあ
応援ありがとうございました。おっす、以上ですか？もっといきましょう。もっともっといきましょう。もっとっすか？もっとっすか？まあ次は必ず KO するんで楽しみにしてください。